朝倉会のまな弟子で、勾配に来、こと信部原空が、18日、自身の YouTube チャンネルで12月10日の総合格闘技、ディープ、の大会に参戦する意向を語った。信原は、9月10日に東京、ニューピアホールで開催された、ディープ東京インパクト2023フィフスラウンド、のディープ 68kg 以下3部 2R アマチュア SP ルールでミスター。サタン、フリー。 おパンチで KO しディープ初参戦にして初勝利を挙げたばかり。連続参戦を示唆した。フォと、勾配に来、信原空の強烈な右で失神 KO の瞬間。信原は、今回のディープデビュー戦について、相手の情報がなくて不安だった。でも明らかに自分の方が相手よりも練習してきた。差しがあって当たり前の中、負けたら、 絶対にセンスないと思って岡山に帰ろうと思っていた、と振り返った。試合はサタンが前へ出てパンチを振ってきたところに、ノブハラの右のカウンターがヒット。ノブハラは、来るのがわかっていたので、冷静にジャブを当てて、頭を左へずらしながら右を放った。ガードを固めて右を当てたら相手の目がグランと揺れたのがわかった。いけると思って、さらに右を入れた。 とフィニッシュに繋がったシーンを解説した。KO 勝ちを収めたものの課題が見えた試合だったという。ノブハラは本当は聞いた時にコンビネーションを出せばよかった。これがプロになってくるとフィニッシュとなった右にパンチを合わせられるんで。それは自分でも気づきになったと反省しさらに上を見ていた。次は12月10日のディープを目標にしているようだが 気になるのはブレイキングダウンの試合。ノブハラはブレイキングダウンにも出たいけどディープ優先では考えていますと今は MMA で実績を積みたいようだ。そしてディープとブレイキングダウンの違いについてノブハラはディープの方が良かったと意外なコメント。その理由は安心感がディープの方があった。3分間あるんで苦手な分野があったら得意な攻防に移行できる。 ブレイキングダウンは1分しかないんで、1回ダウンしたら焦ると違いについて語った。最後にノブハラは、ブレイキングダウンで負けが続き、あのアナウンスとかトラウマになっている、と語るも、でも、いつかミスターホンデや萩原、ユ介スさんにもやり返したい、と発言。今回の勝利で巻き返す気持ちが高まっているのだろう。ノブハラの12月のディープの対戦相手は未定のようだが、 誰と戦うのかも含めて目が離せなくなりそうだ。